ジキモいわ。あ、ちょっと待って、あ、ありました。これが、彼の、インスタですね。これアンブレラですね。うわ、おしゃれだね。これアンブレラさんですね。あ、なるほどね。これデザインしてんのかな。さんがデザインしてたやつだったんだ。へー、そうなんだ。はい、あ、オッケー、 Thank you。 え、ねえねえ、やばいんだけど、ちょっとやばいんだけどね、マジでびっくりするんだけど、ちょっとびっくりしてる。オッケーオッケー、ちょっと待って、タクシー代がやばいんだけど。ねえねえ、いくらだと思う？タクシー代いくらだと思う？え？びっくりなんだけど。え、超びっくりなんだけど。ちょっといくらか当ててよ。衝撃なんですけど。Thank you。 2200円なんだけど。え、なんで2200円は、さすがにびっくりすぎるんだけど、どういうこと？え、なんで？おおお、あ、危ない、ソーリー、靴も忘れてた。安っ。安っ。いや、そんなもんだろうって。え、おかしい、びっくりした。5000円、7000円とか覚悟してたんだけど。だってさ、40分乗ってたよ、タクシー。あの、田舎の方のタクシーは安いんかな。あ、1時間乗ってた。ちょっと待って、私ホテルさ、あったわ、ホテル、昼間だから。いや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 、 だとしてもな、ちょっと ビビっちゃって、ありがとうって言うの忘れてた、びっくりして、あまりにも。いや、おかしいけどね、1時間2000円って、マジか。いや、あのさ、サンキューの発音いいバージョンがテンキューだからね。ダメ？ちょっと一回甘えてみたい、私、彼氏に。なんか彼氏に甘えてみたいんだけど、ずっと彼氏いなかったから、なんかわがままになりたい気分になっちゃった。いい？わがままになりたい気分なんだよ、とても。なんか
あの利用とかじゃなくて甘えたいんですよね。利用とかじゃなくて、うん、単純に、あと洋服も買ってきてほしいし、あ、洋服は本当に本当に頼むね。なんて言ったらいいかな、なんなら下着も欲しいな。なんか困ったことがあったらすぐ言ってねって言ってたよ。困ったことがあったらすぐ言って、言ってくださいねって。私もまあでも、じゃあ思ったんだけどさ、バファリンさんとかグレーとかよりもアンブレラさんで よかったじゃん。そんなエリートなら、そんなエリートなのであればセンスいいんじゃない。お金払うから洋服買ってきてなら、あーなるほどね、ありがとう。あーそれあり、お金後で払いますので洋服買ってきてくださいって、ありあり、ありがとう。さすがやり手の女。だよ別にさ、あ、ありがとうマシュマロちゃん。なんか別にさ、マユがどうちゃらこうちゃらって言ってるけど、アンブレラだって遊んでんじゃない。アンブレラさんもだから別に私いいんじゃない。これかなホテル、ちょっと待って、ホテルこれか。ちょっとホテルを分かんなくなっちゃったよ。ホテルが、ああどれだ。ああそういそれ。スターホテルってどこだ。スターホテル、ホテルスターどこだ。あホテルどこ。あちょっと調べるか。よいしょ。ああまゆちゃんの修羅見て全く、ああいやってかね、韓国人、まああのなんていうの、あのまゆのことやばいって言うけど、韓国人の女性ってもっときついからね、もっときついから。ちょっと調べます。スターを探してますよ。ちょっと待ってて。どこや。3番出口どこ。3番出口行かなきゃ。これ8番やから、3番出口、
3番出口。グレーの方噛んで、なんて言ってた？なんて言ってた？多分肩を噛んだってことは本当にあの友達ってことなんだよ。友達、あれ絶対好きな人に噛まないもん。3番出口どこです？どこ？右、新阪銀行ってどこ？こっち、あっちってこと？あ、じゃあ私無駄に歩いてたわ。あそこにタクシー降りて、ありがとう教えてくれて。やばいね、配信してたらマジで。いやもう甘えちゃってる、もうナビしなくても教えてくれるんだもん。教えてくれるんだ、みんな優しいから。当たって右、はい。そう、今回はあの高級なホテルにしました。あ、てかタクシーってめっちゃ安いな。ハマっちゃうわ、韓国のタクシー。そう、あのここら辺はあのビルです。あのなんていうの、まあ、日本でいうどこだろうね。エリート会社がいっぱいある。エリート会社が、バリのうち系。オフィ、そうそう、オフィス、オフィス。働いてんだろうね。アンブレラとは、多分夜の7時に会う。6時に仕事が終わるから。いや今回の旅すごいな。今回の旅すごくない？毎日ネタがあるんですけど。ホテルはそこ左の。いや、3番出口、え、いや、この通りだと思うよ。すげえすげえ、ありがとう。あのね、この通りなんだよ。あ、3番出口あった。あ、着きましたね。あ、これか？違う？あれ？アンブレラ社長じゃないでしょ。いや社長があそこ住まないよな、どう考えても。え、てかさ、アンブレラの家に住んじゃダメ？あの韓国。いやでも、いや、あ、でも整形中はほっといてほしいか。あれどこだ？その以降はその後、え、よっ、ちょっと待って、あ、エクスキューズミー、ホテルスター、ホテル、ソーリー、アイドンノー、アイドンノー、Thank you。
本後ろですよ。一本後ろ？一本後ろとは？いや、これ曲がれないよ、まだ。これ違うからね。一本後ろ。だって男の人優しいんだもん。これ左？これ？あ、ああ、ありがとう。本当だ。ありがとうございます。リスナーさんのおかげでありました。今回は。高級ホテルです、よいしょ、着きました。え、エレベーター。オーケいや、ここ1万円だからね、1泊。悪いけど1泊1万円だからね、1日高級でしょ。ビジネスホテル1万円って高級だよね。どうなの？
した。久しぶりの、はあ、ベッドがある。大きなベッドがある。寝返りが打てる、はあ、広い。広いんじゃない。あ、バッテリー、これイングリッシュねえねえ、暑い、どうしよう、クーラーどれ。あ、これさ、掃除してくれって言ったらこれ押せばいいんだ。あ、なるほどね。暑29度ってこの部屋。戻る。どう。あ。バッテリー。え、これどうすんの？ついてないな。熱い。あ、なんかこの家嫌だなって思ったら窓が。ちゃんとタオルもあるし、綺麗なタオルもあります。うん。ちゃんとしてる。ちゃんとしてるわ。お風呂。うわ、でかっ。でかっ、めっちゃでかっ、広いし、でかっ、はあ、まあそういうことなんでね、そういうことです。ちょっとゆっくりしようかな、てか寝ようかな、寝ようかな。え、いやもうしんどい。あの今夜あのアンブレラ来るし、アンブレラ、多分夜の多分6時かな、6時にもう一回配信します。今日ちょっと洋服も欲しいし、あの皆さん、右下内装ボタンよろしくお願いします。右下内装ボタン、何これ、よろしくお願いします、よろしくお願いします、うん、ありがとう、ゆちゃんかな、ありがとう、ありがとう。まあ6時には配信するよ、6時には、うん、6時までゴロゴロする、ゴロゴロ。あーてかまずいな、充電がないな、まずいな、うん、まあ、まだまだ時間余裕あるし、だ6時ですね、6時。あ、348ナイス、ありがとう、ありがとうございます。
絶対押しません。ナイスをする配信とは全く違う。リスナーさんのお金で整形、え、別にお金をどう使おうが良くないか。しかも私ちゃんと配信つけてるしね。お金を何に使おうが自由だよ。あー、トイレ行きたい。じゃあちょっと6時にまた配信します。またね、みんな、後でね。じゃあねー。